ダーン。はい、皆さんおはようございます、こんにちは。はい、そしてメリークリスマス。メリクリ、メリクリ、メリクリ。はい、もう50過ぎるとメリクリでもねえよな。省略することもない。もうサンタさんになるしかもう手がないんだもん。サンタのおじさんだよね、もらう側ではない。はい、はい、そんな感じでお届けしたいと思います。待ちからじょ。はい、待ちからじょ。はい、はい、本日真ん中のメールはですね、学校の都合です。はい、学校の都合、サボりでも何でもありません。はい、はい、学校の都合で、まあ、何しろ受験生のもんですからね。はい、そっちの方に行っております。今日は最後の放送となります。今年最後ね。はい、今年最後の放送となりますが、はい、残念ながらメールお休み。はい、うんね、また来年の新春の放送、新春でもねえか、放送をお楽しみいただきたいと思います。はい、さあ本日もお送りしますのは、じゃあね、この番組の提供は、はい、川口元郷にあります見た目用品店。はい、いつもありがとうございます。もうしんちゃんも仕事終わったかな。だからもう学校終わりだもんな。はい、さあそして西川口駅西口そばどころ二子さん、はい、今日残念ながらお休み。あれ今日明日だっけ休み。昨日か。昨日今日。我々町川ラジオもですね、はい、まあ打ち上げということでね、二子さんとか予定してたんです。はい、マジで今日休みかよみたいな。これからね、まさかの、まさかの休み。忙しくなってきますよね。そうです。もう二子さんはね、31日目大忙しだと思いますがね、ぜひ年末の年越しそばは、そばどころ2個に、はい、あのお持ち帰りもちゃんと用意しておりますのでね、はい、ぜひそちらご利用ください。はい、ということで、NPO 法人まちづくり川口がお届けしますこの番組、はい、1時間たっぷり行ってみたいと思います。はい、自己紹介はその後で、はい、ということで、はい、私もじゃもじゃ服部、はい、そしてのっちです。はい、理事長、1年間ご苦労様でした、てつさんです。はい、はい、いつもありがとうございます。はい、そんなに立ち上がりが悪かったの。でも今放送は順調なの。大丈夫です。あ、大丈夫です。良かったですね。はい、うん、そんな感じでお届けします。はい、男3人でお送りしてるんで、はい、あのクリスマス感が全くない。サンタのサンタの帽子持ってくればよかったです ね。はい、そういう手もあったんですけど、ね、まあ普通です。はい、普通、はい、世の中はね、うん、サンタクロース、うん、クリスマスで一色でしょうが、うん、こちらは普通に、はい、頑張っております。いえいえ、なんか予定はない。私は特に今日はなくて、うん、まあ、家帰っても一人なんでね、はいはいはい、あのじっくりとこたつに、ね、入りながら1年どんなことがあったのかなっていうのを振り返りたい。振り返る、はい、まだ早いですかね。振り返りたくねえな俺、うん、それとまあ明日はたまたま嫁さんと休みがありましたんで、ちょっと食事しつつ、はい、はい、ちょっと明日ぐらいならいいかな。そうですね、あの喧騒を離れねえか、まだ25だと。まだ離れないと思いますよね。今日が土曜日で明日が日曜日だもんね。今年のねクリスマスシーズン3連休ということでね、はい、あの世の中は随分と、うん、なんか浮かれムードになりそうなあのカレンダーねだったんだけど、ましたね、どうなんだろうね、社会的には、どれだけ経済が回るのかというところも不思議なところなんですね。なんか どっかで賑わってますよとか、うん、なんかイルミネーションが綺麗ですよって放送少なくない。まあ、心なしかね、あの少なくて、どういうトレンドがあるのかとか、うん、どういうクリスマスソングが、ね、あのそれぞれの世代で歌り継がれてるのかとか、うん、その特集が多いような気がします、ね。まあそれはね、放送的には多いかもしれないけどね、うん、なんかプロジェクションマッピングでどうのこうのとかっていう話少ないよね、うん、あれいっぱい来すぎちゃってやめようって話になったのか。あ、それかあるいは自分で調べるということなんでしょうかね。なんかそういうにぎわいのところに行ってないよね。そうですね、まあ、テッサ何か行った、うん、いや全然行ってないですね。全然行ってない、ね、浅いと全然行ってないよね。はい、うん、俺も夜 の、 あの西川口のパトロールしたぐらい。ああ、なるほど。いや本当にですよ、おまわりさんとちゃんとね、うん、先週ですけど、ちゃんと行きました。まあね、あの川口駅前も光のファンタジーということで ね、はい、やっちゃうけど、はい、なんかちゃんと見てねえな、うん、先週私は見ましたよ。本当日曜日、はい、あ、夜見に行った。夜見に行ってました。わざわざ、ね、あのすいません。15時、あの5時過ぎだったんです、うんうん、もうなんかせっかくだから見て帰ろうという。はいはい、はい、なんかあ、川口にもね、うん、こんな名所が出てきたなという、ね、まあ名所っていうかね、うんうん、まあ結構お金かかってます、はい、はい、お金かけてると思いますよ、ね、だって年明けてさらにね、バレンタインの直前までやりますからね。やるからね、まあその分ちょっと西川口に回してくんじゃないかなみたいな。いやいや、まあそうです ね、 ね、はい、まあ頑張ってみたいなと。俺の方も別に予定ないな。あ、今日も今日もない。明日も別にない、うん、まあ、ここの打ち上げぐらい楽しみしてたんだけど、ね、まあやっぱり自衛は昨日でもう心情的にもちょっとあの仕事じまにして、あ、目の冬休みっていう感覚も、はいはいはい、まあ、出てくるわけなんですけどね、うん、
そうですか。あ、うちの店はあの31までやって1日から始めますんで、はい、はい、年中無休ということで、年中無休というかね、はい、あの1年間で休みっぱなしみたいなね、いやいやそんな感じだったんで、正月ぐらいは会議とかないですから、はい、でうちら意外にね、あのなんだ忘年会が少ない、はは、うん、あの商売やってるんで、まあ、年末は忙しいだろうっていうことも含めまして、はい、忘年会があと、ね、普通あと2、3、3残ってるか、でも結構か、あ3ぐらい、3は立派ですよ、3ぐらいです、ね、はい、うん、まあ、そんな中でね、頑張ってみたいなと、はい、はい、そんな感じかな、うん、あとなんかテッさんありますか。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、はい、はい、うちにはなんだっけ、こうカッコ目がこの前チヨちゃん買ってきてくれました、カッコ目、はい、ちゃんと吊るしてあります、うん、はい、そんな感じですね、はい、うん、じゃあ行きますか、はい、普通にメリークリスマス記念、はい、そして今年最後の放送ということでお送りしたいと思います、はい、マチカラジオ、はい、オープニングで何か言い忘れてることない、大丈夫、まあメリークリスマスという言葉に尽きるんじゃないですか ね、うん、やっぱり何せ、ね、まあ、あとは皆さんであのメルの受験成功を祈っていただければと、そちらの方がかなり重要だったりしますよ、ね、重要だよね、ある意味人生決めるから、人生決めますし進路が決まるっていうことは、うん、いや、生まれて初めての大勝負に挑むわけですから、メルちゃん、まあそうだよね、これからまでやってきたことを一生懸命積み重ねて、うん、でその結果をその日に一日にぶつけなきゃいけないっていう、うん、積み重なってないっていうことを再認識しなきゃならない日でもあるけどね、いやいやいや、それはちょっと酷だと思いますけどね、マイナスだな、マイナスだな、プラス思考で、はいはいはい、で昔小学校学芸大学に受かったことがある羽鳥です、あら、そうですか、振動と言われました、振動で今ここまで下がりました皆さんお気をつけください、震えるという、アル中で震えるって意味じゃないですよ、ね、あ、そうじゃない、その振動じゃないですよね、はい、振動じゃない、はい、その時振動だったらしいです、いやいや、はい、さあそれでお送りしましょう、はいはい、今週のキプランコーナーですが、先週に引き続き、うん、ツイッター活動してません、どうしたんでしょうか、役所の方も多分今忙しいんだと思います、年末年始ですからね多分忙しいと、多分忙しいと、はい、うん、ということで、はい、まあ、キポランもね、うん、キポランコーナーも今年最後なので、はい、今年一年ありがとうキポー、来年もよろしくキポキポキポーって感じでいいですかね、はい、はい、あのほどほどにしないとメリクリ盛り込むの忘れましたね、うわ、いっか、さすがでもピッチが今日も増えてませんですよ、いやいやいや、うん、これいくつなんでしょうね、はい、上のデーとかですか、上のデとかいいあたりまでは使ってるんじゃないでしょうかね、でしょうかね、はい、まあ、あのどっかで調べてください、はい、結構です、そんなの、はい、さあそれではお伝えしていきましょう、はい、キポランに続きましてですね、キポラン年賀状、はい、これも何度もお知らせしておりますね、はい、こういうね可愛らしいイラストが、はい、はい、あの掲載されておりますね、あのチームキポランって言ったらいいの役所の方でこういうの作ってくれました、うん、はい、はい、まあ、これをですね、ぜひご利用くださいということで、はい、1110city.com で、こちらの方ダウンロードできます、はいはい、まあ、使うときにキュポランですと下に書いていただければなという希望です、はい、名前を入れてキュポーキュポ、うん、ということです、はい、さあ次これ新しい情報ですね、はい、月刊少年マガジンに載っているさよなら私のクラマーという話です、はい、映画化もされた4月は君の嘘、こちらの作者荒川直志氏が描く女子サッカーの新作青春漫画さよなら私のクラマーは川口怒り中の出身、はい、これ怒り中、怒り中って本当はねえのか、あります、あるの、ああるの、怒りの仮が違ってますね、うんうん、これわざと変えたんだ、これ、うん、あのカタカナの目にカタカナのリを書いて怒りなんですけど、はい、狩る、はいはい、狩猟の方ですね、うん、の主人公が戸田北中出身の仲間らと埼玉県立蕨西南高校でサッカーに熱中する少女たちの青春ストーリー、はい、うーん近いっすね、ムーッとくる設定に川口市民も応援したくなるのではということですね、はい、これ月刊少年マガジンです、はい、月に1回しか見られません、なるほど、うん、西南、西南、蕨西南高校西南なんだ、多分多分竹って書くんじゃないかな、そうかなしかもしかも県立じゃないような気がだよね、はい、いろいろある、なるほど、うん、まあ、あります、あります、あります、うん、ね、もしくは川口だったら
量か量量量量なるほど俺的には量かなと思あれはあでもあそこは県県立多分そう1あ県立うん県立だと思う、うん、まあそういう設定ですはい、はい、ぜひね、ま、こういうの盛り上がってくれるとねサッカーの聖地になっちゃうかもしれない、ま、わらび県立わらび、うん、わらびって1校しかありませんからね県立そうです ね、はい、うんっていうと、もう一つの方でサッカーが有名なところ有名なところあるねありますね、あるね、はい、私でも知ってます、はい、微妙、はい、で、そっちで南がついてるのかなはいなるほどっていう、こう、いろいろ勘繰りたくなるこう川口市民的にはね川口の青い方と、うん、それからあと南の方と南の方とね勘繰りたくなる勘繰りたくなる感じです、はい、ぜひですね、こうコンビニでもまず立ち寄って見ていただけたらもう一巻出てるらしいですねあ、そうなの、はい、あ、もう何文庫本で文庫本っていうのはあの単行本で出てるんですねなるほどはい、ちょっと楽しみにしてみたいな聖地巡礼が ねあのなって街が盛り上がるといいですねそうすると並木商店街人増えそうですね並木まで来るかな近いですからね、都内すぐに、まあ、入り口間違えると並木の商店街ですからあ、間違えるとねあ、間違えちゃったって言ってはい、そんな感じではいあの入り口のファミリーマートのところに聖地こちらですみたいな聖地間違った方向に嘘看板かっこ嘘とか書いてあるまあ4月は君の嘘っていう、うん、ああそうです、ね、題名ですからこれそうですね、うん、はいそんなところちょっと楽しみにしてみたいなと思います、はいはいうん、さあ次先日紹介しましたグリーンセンターでの餅つき、はいねあれ港部屋の力士が来てっていう話ですね、はい子供たちお相撲さんと一緒に川口で70組が参加、はい、もち米100キロ850食分の餅をついたそうですという、はい、もうこれもあの J コムで見ました俺、はあうん、ガンガンついてましたね、はいうん途中でズルしてあれ餅つき機とか使ったりとか、うん、でも850食でしょ100キロでしょ1回何キロ多分5キロぐらいかな多分、いや2升分ぐらいだと思うので2升だと3.6キロで水入れてやっぱ5キロぐらいだねそうですね、うん、1回5キロぐらいかける、ってことは20回ついてる相当ですよこれはザクッと、はいうん、あの子供たちはこうちっちゃいこうキネでやってましたね、はいはいはい、頑張ってください、はい、美味しそうでしたやっぱつきたてはたまらんなあなんか、きなこ餅とあんころ餅、はい大根はなかった大根なかったみたい大根なかったあれ、おろすの大変だもんね、仕組みが大変ですね大変です大変です、はいまあお正月のお餅の予約はですね、はい並木商店会に2つのお店がございます ありますか、はいはい伊勢屋と千成両方ともありますんで、はい、ぜひ並木商店街、うん、甘いもの通りですから、はい、甘みどころ、うんうんね、お餅のご用意ありましたら、はい、ぜひこの2つのお店もしくはコモディ飯田でお願いいたします、はい、コモディ飯田さすがなるほど川口店じゃないですよ、うん、並木商店ですあれ並木、うん、はい、はい、ぜひご注文はお早めにということで、はいはい、さあ続きまして粗大ごみ年内収集もう終わり、はいはい、もう散々ね、うん、もう散々言ってきました最新の町川ラジオでそう毎年毎年こう、はい、恒例行事ですからね、はい、言ってまいりました、自分で持ち込むのは28日まではい、うん、でもすんげえ混んでると思うよ並びますねすんげえ混んでるでしょうね、うん、はいこんなにゴミがあったんだぐらい並びますはい、はい平成28年12月22日木曜日をもちまして年内収集分の受付は終了しました、はいはい、インターネットも含めてです、はい26日以降の申し込み方です次回の集中は電話受付の場合は1月4日水曜日以降、はい、インターネット受付の場合は1月6日金曜日以降です、はい、あと年末年始の電話の仕方は何しろ29日から3日までお休みです、はいはい、それ以外でお願いいたします、うんその他年明けは大変混み合いますので余裕を持って受付をお願いいたします、はい、ということで年末年始混むぞ、うん、はいということです、はい、さあ次行ってみましょうもうこれはさらっとでいいですね、はい、もう終わったんだ、ね、もう終わりましたあとは自分で持っていけと、うんはい、死ぬほど混むの言ってっかんな俺、はい、散々申し上げました言ってっかんな、うんはいはい、ということです、はい、さあ次、並木ふれあい寄せこれ明日、はい、明日ですねはい
西川口中通り商店会主催の並木ふれあい寄せ in 三丁目が12月25日日曜日に開催されます、はい。2つ目の快楽テーブラ帽子と12月2つ目昇進の立川ガジラ氏の揃い踏み、はい、もう昇進したのかなあいつ。どうでしょう ね、クリスマスの日に生落語をお楽しみください、はい、ということで出演者は今申し上げました快楽テーブラ帽、はい、そして立川ガジラ、特にブラボー君はあの秋祭り司会をやってくれまして、はい、大活躍ですね、はい、あんなにつまんないと思われた、なんだっけ、橋リンピックが彼のおかげで面白くなったと言っても過言ではありません、ね、彩りを添えてくれましたね。結構面白い、あの実況が面白い、はい、あいつもあれで育ってんじゃねえのか少し。あ、なるほど、うん、はあはあ、ね、結構舐めた感じでやってますからね、はい、結構面白いです、うん、はい、期待しましょう、はい、日時は明日12月25日、はい、2時からです。2時からですか、はい、午後の2時からです。と、はい、っていうことはまあ有馬記念気になってしょうがないね。まあ気になってしょうがない一般的にはそうなるかもしれません、はい、一般的がどっちだか分かりません、はい、そして木戸千円です。千円、はい、会場問い合わせはお好み焼き3丁目ということで 048-252-0344、はい、048-252-0344 です。はい、これ場所この前チャラッと行ってきたんですが、はい、武南高校に向かう道、いわゆる西川口駅まっすぐ出てください、はいはい、そうすると、1個目の信号の右側にセブンイレブンの交差点があります、はい、左側角がロイヤルホストです、うん、ロイヤルホストの方曲がってもらう、うん、左に曲がって次の信号、これあの歩行者信号みたいになってるとこですが、角にファミリーマートがあります、はい、それを鋭角に曲がると並木商店街です、はい、それを鈍角に曲がってもらって斜めの方向に行くと武南高校に向かう道があります、はい、そこ中通り商店街と言います、はい、それをずん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 行っていただくと、この前まであの恵比寿のこう布がかかってますよっていう話だったんですが、今かかってなくて、はい、落語会っていう上り旗が立ってます、はい、すごく分かりやすいんで、その上り旗は左側に立ってますので、それを目当てに行ってみてください、はいはい、ということです、うん、すげえ超地元情報。そうですね。あの武南高校方面って確か看板がある。ありますね。そう、武南高校に向かって行ってください。ええ、はい、はい、看板がいろいろ出てますので、はいはい。ということで次、はい、オートレースファン必見の乗車券を発売と。はい、はい、こちらすごいです。これは SR との初コラボだそうですね。ね、SR、はい、埼玉高速鉄道。はい。はい、平成28年12月27日火曜日からの川口オートレース場で開催される年末のビッグレース、スーパースターフェスタ2016、これの開催に合わせまして初のコラボレーション企画となる川口所属6選手の写真を使用した、はいはい、オートレースファン必見の乗車券を発売します。すごいですねこれ。来ました、 ね、 ね、はい、これ森くん速攻だと思うよ、うん、あの駅名はあえて言わない方がいいですね先週同様ね、これは、うん、ね、うん、これはですね、このコラボレーション企画の切符の発売ですが、12月27日火曜日から3月30日木曜日までということですね、はい、有効期間は発売期間中の川口オート本場開催の日1日、はい、まあ、どれか1日でしか使えないんですよと、はい、そうだね、うん、だけ使える、うん、うん、使わねえだろうな、多分使わないと思う、使わねえだろうな、これだから大儲けですよ、ね、使う絶対大儲けだよね、誰も乗らないのに券だけ売れてくっていう、うん、大儲けですよこれは。うまいこと考えたねこれだってパスも使った方が安いですよね。まあパスも使った方が安いですからね、得ですから、まあ、これいいね。まあその買う人がオートレース場に本当に行く人なのかどうかっていう問題はあるかもしれないですけど、でもオートレースに何か関わってる人は多いよね、うん、多いと思います、うん、これ森くんのいっぱい買ってネットで売ったら結構高くつくんじゃないの、これ。いい値段になりますね多分やめてください。やっぱりスマップ解散みたいな。やめてくださいそういうのは煽るのはやめましょう、煽るのはやめましょうね、はい、ね、教養番組ですから、はい、しげえよでも価格がこれ出てますか、これ1億円ぐらいするのこれ。いやいやいや賞金より高いじゃないですか。あの、一応入場、まあ、今入場料無料ですから、あの往復ので、電車賃と、うん、それからあとバス代、あ、ぴったりぐらいです。ぴったりぐらいですか、すごいですね、はい、発売箇所はですね、埼玉スタジアム各駅と、各駅、はい、あと赤羽岩淵と南鳩ヶ谷覗きます、はい、埼玉これ発売数量100個だよ、
100枚、はい、各100枚です。各100枚だよ、はい、森くん速攻だろこれ。どうでしょうねこれ。4月に乗って戸塚環境行かないとダメよなるほど、うん、これやばいよこれ、うん、うん、すごいな。これさらにこれ開催スーパーフェスタ開催期間中に南鳩ヶ谷駅からシャトルバスでご来場のお客様先着、各時、はい、各日にちね先着100名様に記念品を差し上げます。どんな記念品なのでしょうか、ね、味噌1キロいやいらないないやだね、あの、うん、くれないからね、うん、味噌、まあ、麦味噌をね、川口の資産品ということで、はい、そういうのがもらえたらいいんですけども、はい、芋のでっかいやつとか、あいらないいらないいはい、こ、はい、んな感じです、はい、ぜひこう、興味のある方、そうですね、一応選手だけ紹介しておきましょう、はい、いいか別に気も紹介して、うん、中村雅人選手、はい、こちら川口元郷駅ですね、はい、永井大輔選手が鳩ヶ谷駅、はい、それから岩井智和選手が新井宿駅、若い友和選手、ね、あ若いだ、今何つった、岩井か、うん、若い友和選手、そういう風に見えちゃった、はい、岩井選手です、はい、あのね、坊主っくりの方ですね、若い、そして森くん、はい、戸塚環境駅です。あ、言っちゃいましたね、うん、大丈夫です、どうせバレますから、はい、うん、で佐藤真也選手が東川口駅、はい、これも速攻なくなりそうだな。 あと青木選手、こちらが浦和美園駅ですね、はい、あすごいな、スーパースターに森くん出てんのかな、出てねえかな、うん、出てるんですか、ちょっと調べてみましょうか、そうですね、うん、じゃあちょっと調べた結果は後ほどということで、はい、ね、森選手もね、何しろ体がでかくて急所できないです、うん、ね、やっぱ長井選手ですかね、強いのは、はい、うん、多分かな、はい、何したらあのオートレースの有馬記念ですから、あ、ね、はい、年末年始、うん、まあ、年末ですね、年末、これはあの決勝、準決勝とかって普通勝ち進んでいくんですけど、はい、これ人気投票かな、はい、あ、知ったかぶりすんじゃねって言われちゃうかもしれない、私ちょっとすみません、私も、うん、ね、オートの方がよく分かりませんが、はい、ですけれども、はい、ね、有馬で勝ってまたこっちでも勝つと、うん、いや、あのその逆もまたしかりです、ね、あんまりあの欲張らない方が、うん、あ、まあ、そうですね、いいということで、はい、欲張っちゃダメです、欲張ってはダメですね、はい、ギャンブルの勝ち方は、ね、はい、スーパースター、うん、2016出場選手、一応見たら SG 優勝選手が無条件出場ってなってるんで、うん、こちらは中井選手、中村選手、青山選手、中村選手、鈴木選手ですね、はい、こちらの方たちが、あと各競争の成績の1位の選手と、うん、いうことで、中村選手、青山選手、鈴木選手、鎌田選手、松尾選手ということで、うん、若井さんと青木さんと森君と真彩ちゃんは入ってないじゃん、入ってないです、ね、残念な少なくともですね、はい、もしオートレースで取って、うん、よしっていう方は地下鉄乗んねえが、タクシーで買っちゃうかいやいや、ね、ぜひね、川口の選手を応援していただきたいと思います、はい、ということで、メッカですからね、オートレースもね、またこれはファンの方にも必見のレース、うん、必見のレース、はい、必見のレース、はい、ぜひ遊びに行ってください、はいはい、さあ続いて、除夜の鐘情報、はい、これは当然日にちが決まっておりまして、はい、12月の31日ということですね、はい、私の誕生日でございます。え、マジで、はい、何してんだよ自己申告しときましょうか、ね、なかなかね、あのお誕生日のおめでとうって、ね、あの言ってくれなくなるので、会えなくなるよね、会えなくなるんでね、会えなくなるか、その日だけ会うかみたいな感じ、うん、そうなんですよ、親もあの、うん、あ、余談ですけども、親も、うん、あ、誕生日、あ、そっか、おめでとうで、お雑煮がとか、そういう話してたんですよ。そうだよね、多分そうだよね、はい、で、当然お年玉とクリスマスと全部一緒みたいな。一緒です、だから僕はあの結婚して初めてケーキ食べたんですよ、うん、ケーキ売ってないかもしれないよね、売ってないかもしれないそういう世界です、あ、今、まあ、ジョエのかな大丈夫、冷凍技術が進んでますんで、はい、大丈夫です、うん、さあ、ジョエの鐘ですが、はい、鳩ヶ谷駅近辺ですと、はい、鳩ヶ谷氷川神社、はい、そして北条寺、はい、そして川口元郷駅近くだと石城寺などが、はい、挙げられております、はい、まあそれぞれの場所に行ってですね、それぞれの場所のルールに従って、はい、煩悩を取り払っていただきたいなと、はい、そんなふうに思っております。川口市はないんですが、うん、まあいろいろ都内とかですね、うん、あのうるさいうるさいと誰がねという苦情がですね、まあ除夜の鐘をですね中止するお寺が続出してるそうで、なる
でもどっからうるさいと思うようになったんだろうねその人は。まあ、金がねってことかな。あまあいいや。あの代わりに昼間とか夕方に鳴らしてるお寺さんもなるほどあるそうです。だってそんなにうるさいか。まあ、あの近所にいる人はうるさいのかもしれない。だって寺のが先にあったろ。ねえ、そういう場所に引っ越してきたんだから。大体そういうこと文句言う人はね、どこ行っても文句言うんですよ。はい、まあ、金で金をね売ってもらって煩悩を取り払ってほしいです。そういう人から。だから取り払われちゃうと姿がなくなっちゃうんじゃないの。あ、じゃあ、うん、俺があの出雲大社で体験したあの恐怖みたいな。ああ。うん。まあ、お祓いされたら俺いなくなっちゃうんじゃない。本気で考えてるでしょ。いえいえ。まあ近所の人はねうるさいかもしれないので分からなくもないんですが、うん、でもなんかクレームのね電話でねやめちゃう方がちょっと、あ、まあそんなのが来てもね、やめないでください。日本のね当たり前の伝統行事ですから。寂しいですよね。風物詩とかっていうより伝統行事ですからね日本のね、うん、でその金でいろんなことを伝えてきたわけですから、ね、はい、まあ、それこそ他国のバチバチ、ね、なんだっけ、こう爆竹鳴らすみたいな、あんなのに比べたらね、あれはうるさいって言われるのはしょうがないけど、うるさい以上に怪我人が出る世界ですからね。まあね、そういうの好きみたいですからね、うん、はい、まあそっちはそっち、こっちはこっちでうまいことやっていきましょう、はいはい、年末年始ぐらいは仲良くと。そうですね、はい、さあ次行ってみましょう、うん、福袋のお話、はい、2017年度福袋大市ということで、こちら川口そごうのお話です、はい、毎年好評のそごう川口店限定初夢福袋が今年も登場、はい、今年はなんと美しすぎる女子プロ野球選手として有名な埼玉アストライアと川口が誇る相撲部屋港部屋がそごう川口店とコラボした体験型福袋が発売されます、はいはい、まず一つですね、埼玉アストライアとそごうのコラボ初夢福袋は、美しすぎる女子プロ野球選手から野球の基礎を徹底的に教えてもらえる福袋、はい、素晴らしい。内容としては埼玉アストライア選手に野球の基礎を教えてもらえる権利、はい、これが一つね、うん、で次、埼玉アストライアの選手と写真撮影やサイン会が行えますということですね、はい、これは応募受付は、元旦から3日まで、うん、販売価格は2017円、はい、うまいね、うまい、来年は2018円なのかな、うんうん、はい、販売数は、合計で20組40名、はい、これ一組は親子ペアです、はい、親子ペア、うん、お子様の対象年齢は小学校1年生から6年生の小学生、はい、応募者多数の際は抽選とさせていただきます。親父2人とかはダメです、はいはい、何すか分かんないよね、うんうん、なるほど、はい、これがアストライアバージョン、はい、そして港部屋、そしてそごう川口店のコラボバージョンは、力士に会える港部屋朝稽古見学塩ちゃんこ鍋が食べられるという福袋です、はい、内容としては、港部屋の朝稽古を見学できる権利、はい、そして港部屋の塩ちゃんこ鍋を試食できる、はい、食べ放題ではありません、試食です。食べ放題じゃないですね、確かに。港部屋の力士と写真撮影などということです、はい、こちらも応募期間は元旦から3日まで、はい、こちらも値段は同じ2017です、はい、販売数は10組20名、はい、1組は親子ペアで2人ということです。同じですねこれはね、応募者多数の際は抽選とさせていただきますって、多数に決まってんじゃねえかこんなどう考えても多数だよね。10組20名ってちょっとね、しょうがない、部屋に入れねえんじゃねえの、入れないってことですかね、あ、そんなに鍋も用意できないとかさ、だと思います。なるほど、ぜひ元旦から3日まで福袋大市やってます、はい、初詣読んでなかったですね、はいはい、はい、あ、そうだ、初詣だ、うん、なんで俺抜かしたんだ、ちょっとたまにあるんだよね、煩悩が一行抜かしたり抜かしちゃいました、はい、初詣の話題です、簡単の話です、はい、パワースポットご紹介ということで、うん、まず朝日氷川神社、はい、これは朝日町1丁目3の15、はい、ご神祭はスサノオノミコト、はい、
串灘姫の御事、すごいな、天正年中、いわゆる1573年から室町末期に創建された神社です、はい、厄除け、除災招福、はい、いわゆる災いを除き福を招くというやつですね、はい、強い御神徳があるとされ、また夫婦神をお祭りしていることから、夫婦和合縁結び安産にも霊験があるとされておりますということですね、はい、うん、続きまして九重神社、これは安行です、はい、安行原2042042番ですね、はい、こちらはですね、同じく佐野の御事、はい、川口にちょこちょこ来てくれたのかね、佐野の御事は。そうですかね安行原の鎮守であるということですね、はい、鎮守神ですね、鎮守です、はい、うん、江戸期までは氷川社と称されていました、はい、それがですね、明治期に入り安行村の9つの地区、まあ、村のほぼ全域なんですが、それの神社の合祀一つにしちゃった、うんうん、合祀により九重神社と改称されました、はい、須田寺の大樹2本がそびえ立ち、一帯は野鳥の森に指定されているということです、はい、だからもう9つの神社いっぺんに回ったのと同じぐらい力があるぞと。なるほど、素晴らしいです、はい、全部のせですかね、うん、ありますね、はい、ということで、はい、だいたい半ぐらいになった、はい、今年最後のノッチのコーナー、はい、ちょっと振り返りたいと思います。振り返りで、はい、はい、まあ、今週そして先週とね、うん、1年間、私がね、町のことについていろいろ調べてレポートするコーナーということで、あのノッチウォッチ川口という、まあ、あのコーナーを持たせていただいたわけなんですけども、これ全部で数えてみたら34回ございます。すごい、はい、なのでよく調べたね、はい、どんなあの話をしたのかというのを今日も振り返ってまいりたいと思います。それではすみません、はい、あの今日一緒に、はい、またあの進めていただけますか、はい、よろしくお願いします、はい、それではタイトルコールを一緒にお願いします、はい、せーの、ノッチウォッチ川口のコーナーです。はい、はい、それではお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ今日の話題が、まあ、話題じゃねえ、話題どっからよ、この前も話題だもんね、はい、先週はですね、うん、あの7月の30日たたら祭り直前スペシャル、たたらとはということで、はい、うん、あのまあ、たたら祭りの起源ですとか、はい、またどんな催し物があるのかというところまでを、発表させていただきました。こんな話をしましたよと、うん、ということで、実は8月6日からどんな話をしたのかというのを振り返ってまいりたいと思いますので、お付き合いください、はいはい、まずですね、8月6日はそのたたら祭りの会場からぐちゃぐちゃとね、ぐちゃぐちゃとうるさいもんね、30分間、ね、後ろでずっとたったらたったらって、ね、踊りながらあの暑い中でお届けしましたよね、うん、はい、あの、まあ、そのコーナー休止ということで、まあ、あのいろいろとあのたたら祭りの雰囲気をお伝えしたという次第でありました、うん、はいはい、そして8月の13日、はいはい、これは緑川浄化作戦ということで、緑川に鮎が見つかったというお話もさせていただきました。鮎です、まあ、はい、そっちではないですね、ですよね、はい、ね、あの緑川を豊かな環境にする会というのが作られまして、はい、うん、会長の田中重信さんという方が、うん、あの地道にゴミを、拾ったり、水質改善に取り組んだということで、あの、うん、そのおかげをもって緑川にアユが、ね、あの見つかったというお話をさせていただきました。で、8月20日なんですけど、はい、これ僕欠席してるんですよ。なんだっけ、あの小田原で、うん、映画の撮影に参加したっていうのが実はあったんですよ。ああ、なんかそんなのあったかな。はい、急遽、うんうんうん、そうだそうだ、そんなこと言ってた。そういうこともありまして、うん、で、あの、ノッチサボりって裏に後ろにバッサリと書かれましたね、うん、あのメルちゃんに、まあ、あのそのサボりではないんですけども、うん、実はお休みさせていただいて、実はあの今年4月から出させていただいてるんですけども、うん、欠席したのはこの回だけなんです。すごいだからこれはちょっと解禁賞まではいかなくても正禁賞をいただきたい。まあ昭和人じゃないよ仕事だからということでありますけどね、うん、で、まあ、その8月の20日欠席で27日が浜暴風という、はいはいはい、あの紹介もさせていただきましたね、うん、お刺身の妻で、はい、あの使われているものなんですけども、これは全国で 95% が川口市の木曽の地区で
うん、生産されているという、うん、お話でした、はい。まあ、あとは茨城の砂丘ですとかそういうところでね、うん、砂のある土地で育てられるという、うん、まあ、お話なんですけども、はいはい。で9月の3日は赤山渋ですね、うん、柿渋のお話ということで、はいはいはい、これも川口市の伝統的な特産物として、うん、重宝されたというお話なんですけどもね、はい。これも自分たちで昔の、まあ、道具を再現して、うん、まあ、再現してそれで特産品として売り出されているという、まあ、伝統ある川口市の、まあ、特産品という紹介をさせていただきましたね、うん。それから、9月の10日これは前光号機関車、川口駅、うん、あ、前光号ね、はいはい、川口駅という、ね、怒っちゃったってやつね、はい、そうです。荒川ね、蒸気機関車を使って、まあ、一生懸命ね、鉄道の開通に、まあ、使われたわけなんですけども、実は川口荒川のね、湖畔で運ぶ際に、機関車が転落してえっちゃらおっちゃらと引き上げたという、ね、そういうエピソードも紹介させていただきました、ね。これは川口駅の名阪あるじゃないですか、駅前のね、あれに前光号機関車が、うん、描かれておりますので、はいはい、まあ、ぜひそれもご注目いただきたいと思いますね、まあ、それが、9月の10日17日は釈迦と前日ということでですね、はい、まあ川口の郷土料理、うん、ね、郷土給食で実はダゴ汁、キューポラ定食、うん、芋の汁というのを紹介させていただきましたね、うん、はい、こんなのもありました、ありましたね。いや、芋の工場で皆さんがね、一生懸命仕事をできるようにということで、しょっぱかったんだろうな、そういった芋の汁というのがありますという、ね、共同給食は川口から始まったという話、それから、9月の24日は安行東八の三頭立て獅子舞、はい、そして10月1日にはですね、これも実際京急に電話して調べたことなんですけども、うん、まあこれは青木町公園の京急デハ236、はい、これタダであげますよってこの松川ラジオでお話したじゃないですか、はいはいはい、引き取り先が決まったということで、京急栗浜工場のね、あれも前から言ってたもんね、はい、運ん、はい、誰かがもらってくれる人きっといっから、そう、そう、それで運んで京急の栗浜工場で綺麗に再現されるそうなんでね、うん、まだ続報ですけども、はい、これは、まあ決まったということで、具体的にいつ再現を完了させて皆さんに公開するかはこれは未定ということです、ね、なんか日本に3台しか残ってないらしい、そうです、はいはい、その中の1台が川口市ということでね、鉄道ファンの皆様はぜひ、再現を期待してください、はいはい。それから10月8日は日光おなり道祭り、これもまたね、うん、アイウエオの町のおですね、はいはい、川口市のあいうえおのおなり道、うん、これもね、調べるともう10回ぐらいに分けて発表しなきゃいけなくなるぐらい深い内容でしたのでですね、ね、まあ、日光社参というね、言葉がありますけども、はい、まあ、その拠点となるのが川口市だったと、うん、その伝統を大事にしようという日光おなり道祭りのお話、はい、10月15日はこれは米ごまですね、うんうん、日産鋳造所という、はい、ここは日本で唯一米ごまを、製造している工場が川口にあるよという話、はい、同じく10月22日にはパンの袋を止めるあれ、うん、バッククロージャーというんですけど、こういうカチッてカチッてやるやつ、そうです、これも川口市の工場でしか、生産されておりませんというお話ですね、クイックロックジャパンさんのお話でしたね。それから10月の29日には映像の街ということで、アイウエオの絵の話、スキップシティのエピソード、それから11月の5日は江戸刺し物のお話、これも職人さんがですね、大渕木芸工房、ね、大渕幸吉さん76歳の、刺し物一筋60年という、うん、そういった方を紹介させていただきました、はい。10月12日には、11月12日にはこの唐揚げ弁当ほっかほか大賞の、ああでかいやつね、はい、でっかいやつです、うん、ケースからはみ出るほどでかい、うん、唐揚げ弁当の話、11月19日には木やりのお話ですね、うん、はい、川口飛び消防組木やり保存会の皆さんがあーというね、うんうん、木やりを保存するというその取り組みについて紹介させていただきまして、はい、11月26日には川口駅前の、シンボル
ライオンの像、うん、これがあのパチンコ店の MGM というね、これが目立つように設置したということで、まあ、ハリウッドの、映画会社メトロゴールドウィンメイヤー MGM と、にちなんで設置されたという、うん、そういうお話。それから、11月12月3日は川口岡目市、うん、12月10日は保存食大崎、あ、例のね、はい、この地元とつながって地元とつながったというお話でですね、うん、全34回、はい、ザザッと、素晴らしいさせていただきました。こんなことがあったんですよね、本当に。ってことは俺は35回喋ってるってことか。そういうことですよ ね、 あの時ね、レギュラーに加わらせていただいたら ね、 ね、はい、ね、なんかお話しさせていただいた内容でなんかちょっとビビッときたっていうのってなんか羽鳥さんから見てなんかありました、ね、どこだろうな、うん、ただなんか まだまだ話がいっぱいあるわけじゃない。ありますね、社さんにしてもさ、でまあそんなことでね、はい、でまあこれからまた今年もきっとあるでしょうから、ね、そうですね、その時にまたお伝えでいかれば、 ありがとうございます、ね、ますます精進してまいりたいと思いますので、ね、はい、はい、ありがとうございました、はい、1年間、また来年も皆さんに、はい、へー、こんなのがあるんだとか、うん、川口ってこんな楽しい街なんだっていう、ね、でこれ知ってるやっていう人と知らなかったっていう人とどっちかだよね、うんうん、それを皆さんにこの場でお伝えできればなという、うん、はい、のが趣旨でございますのでね、はい、来年ももしよろしければ耳を傾けていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、タイトルコーナーよろしくお願いします。はい、のっちウォッチガーチのコーナーでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すごいね、34回か。はい、これね、うまくまとめれば本ができます。そうだよね。なんかうまいこと作っちゃえばいいの。作っちゃいますかね。うん、うまいこと補助金もらって。水沼さんにお願いしようかな。はい、うん、はい、そんなことでありがとうございました。のっちのコーナーでした。はい、さあ続いてまいりましょう。おめでたい武州川口七福神巡りということでね、はいはい、新春一発目のネタこれです。はい、新春一発目がこれだ、はい、はい、ということで、はい、これ会費が6500円、あ、6800円かかりますが、1月7日に開催です、はい、土曜日ね、うん、集合場所は川口西口リリア前、はい、時間は8時15分出発は8時半ということで、8時半に川口リリアを出発しまして、まず釈成寺の福禄寺行きます、はい、次最高院の弁財天に行きます。そして川口道の駅安行ジュリアン、そちらから密造院の大黒天、その後昼食安行の割烹金子に行きます。なんか正月膳というのが出るらしいですね、はい、うん、まあ値段のほとんどはそれだろうと思いますはい、食事終わりまして、はい、豪傑寺恵比寿神、はい、恵比寿神です、恵比寿さんですね、恵比寿さんです、恵比寿さん、はい、その後松鶴寺の補丁、はい、うん、補丁さんのところに行きます、はい、ギターが上手かったりするわけじゃないですよね、多分そっちの方ではないと思う、ね、じゃないですよね、はい、はい、もっとだいぶ昔から言う方、活服が良い、そうですね、服を呼ぶ神様です、はい、続きまして松岩寺に行って、うん、寿老寺、はい、寿老寺、はい、その後吉祥院に行きまして毘沙門天、後にリリアに到着が予定として15時半から16時ぐらいの予定だということです、はい、これなかなか面白そうですね、うん、最後はやっぱり強そうな、うん、ね、毘沙門天で締めるんですね、ね、やっぱそうですね、はい、実施は1月の7日で、うん、これ予約受付とかないの。これはですね、予約はもうこれ、あ、まだやってるんですけど、ね、あの前日まで一応、うん、前日までやってる。でただ12月28日までに申し、それ以降に申し込まれた方はもしキャンセルなさる場合はキャンセル料が出てしまう、かかりますよということです、はい、気をつけください、ね、さあこれちょっと面白そう、はい、いつか行ってみたいっていうパターンだよね。そうですね、いつか行ってみたい、はい、僕はもう4回ぐらい回りました。すげえな。あ、なんかご利益ありました、あるよ、今元気でいるの。あ、なるほどあ、そうですね、ということでいいですよね。そうです、初詣は、ね、あれですよ、何かくださいとかじゃなくて期待しちゃダメなんです、元気でいさせてください。今日来られたことに感謝します。ありがとうございます。また来年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願い。国とかよくするのおめえだからって言われちゃう。そうです神様には、ね、おめえら一人一人頑張らなきゃダメなんだって恐れ多いです。はい、はい、お願いすることなんかありません。ありがとうございましたって行くんです。お礼を行くんです。はい。はい、さあ次、はい、マンハッタン沖縄。マンハッタン沖縄。あんまり聞いたことない話ですね。
国登録有形文化財登録10周年記念事業の第4弾として旧田中家住宅和館用ではない方ですね、和館1階の日本まで創作能ですね、マンハッタン沖縄を開催いたします。マンハッタン沖縄とは能の名作沖縄をモチーフに創作されたもので、ニューヨークに住む3人の孤独な老人の幸せな最後と、はい、天国での友情や活躍を描いた心打たれるストーリーです。能をまだ見たことがない方にもお楽しみいただける内容になっておりますので、この機会にご鑑賞くださいということですね。古典能をねリメイクして、リメイクではなくてこれは置き換えて作っちゃったんですね、これ ね新作です。海外の新作、はい、新作能、はい、っていう感じですか、うん、これ行われるのが新春1月14日土曜日、1回目の会場が2公演あります。2公演あって1回目が10時半会場11時から、はい、次が13時半会場14時から、はい、各回、50人、事前申し込み先着順ということです。料金も1000円ですただし旧田中家住宅の入場料200円、子供50円が別途必要となります、はい、ということで、詳細は旧田中家住宅ホームページからご覧くださいということです、はい、どこにあるんだこれ、庭でやるの、どうでしょうねこれ ね、うん、まあ、よくわかりませんがちょっと面白そうですね、はい、うん、はい、1月14日、もう早速申し込んだ方がいいと思いますね、うん、旧田中家住宅ホームページをご覧ください、はい、さあ次、麦味噌作り体験。麦味噌、はい、今年も川口市並木公民館で麦味噌作り体験。麦味噌作りの進行役としてお成道味噌を作っているご機嫌ライブの方にお越しいただきますということですね、はい、うん、これ日時が1月の28日土曜日15時から17時まで、場所は並木公民館の調理実習室です。料金は3000円です。材料費や容器など込み、味噌の重量は約2キロとなりますということで、ね、並木公民館入り口入ってぐるっと回って左側です、うん、調理実習室のね、はい、おなり道味噌ね、はい、ね、川口味噌クラブって申しましてね、うん、あれご機嫌ライブさんね、これを実際作ったりするのとその新井商店さんですかね、はい、あの販売そして製造を連携して行っているこの川口麦味噌クラブというのがありますけどね、はい、まあその方たちが、まあ、主催となって、うん、あの味噌作り体験ね、あの、うん、させていただける、なかなかまた伝統のあるね、はい、行事だと思います。2キロ持ち帰られるって結構お得じゃないですか。でも3000円高いだろよ。高いですかこれ。高いや、会場費ゼロだよこれ。あ、会場費の話、うん、会場費ゼロで、ええ、3000円で2キロだろ。1キロ1500円でしょ。高い、高い、じゃあ高い、高いでも、うん、いい容器なんだきっと、うん、でも、はい、無添加、無添加、うん、うん、あの食品の、なんていうんですかね、保存料とかが無添加、うん、ないやオーガニック味噌というオーガニック味噌、はい、うん、まあ、俺は行かないと、うん、はい、近いけど、はい、あでもね一回見てみたいな、うん、なんでそんなに通るんだっていうのは、うん、はい、次、はい、朗読者員川口、はい、ボリューム14、今回は泉京香さんの外科室という作品です。これあの朗読員川口あさみさんが出た時行きましたね、はい、はい、観客が経験体験する朗読会、朗読者員川口ボリューム14、14って言っちゃいけないのか、ボリューム40、ボリー、ボリー、ボリー、うん、言えば言うほど分かんなくなっちゃいますけど、うん、こちら、来年の1月29日日曜日に開催されます、今回の演目は泉京香の外科室ですと。外科室、うん、内科じゃなくて外科の方ね、はい、はい、舞台美術の素材として川口の産業、特に鋳物と植木に着目し、それらを積極的に活用しています、はい、一度目を交わしただけで恋に落ちた学生と少女が、歳月を隔ててそれぞれが外じゃねえよ、それぞれ外科医師と患者の貴婦人として手術室の中で再会し愛に準ずる、はい、教科文学の原型を最もよく示す初期の代表作ということですね、うん、
これが1月の29日日曜日17時開演、会場は16時半です、うん、前売りが1500円、当日2000円。北沢場所薬林寺お寺です。前もなんかお寺でやってたよね。はい、はあ、ね、これ旭町1丁目4の33薬林寺というところで行われます。うん、ここに照明つけたりすると大変だろうな。これしかし内容が内容ですからね。これお寺で若干背徳的なことを朗読するという、まあありなんじゃないですか。うん、まあ、それぐらいこうなんかこうどうぞみたいな感じじゃない、お寺の方は。キリスト教の話とかじゃないからいいんじゃない。まあ、まあ、そうですね、宗教的なことは。いやいやいや、あとあとやってくれないやってくれない、まあ、聖書の朗読会とかだとね断られますけどね。まずいですよ ね。はい、はい、ということで1月29日です。はい、はい、次、川口アーティスト音楽部員発掘支援制度、はい、ということで、これホームページ見てください。はい、私もまだやってないのに今日気がつきました。はい、はい、キョコラ広場のイベント情報は今のところ来ておりません。はい、寒いですからね。はい、ね、はい、うん、次、じゃあちょっとすいません、はい、メールが来てて紹介してっていうのは、はい、ほうほう、メール紹介しましょう。メール紹介、メールから、はい、メールから、来た、東京ウインナー。はい、僕の大好きな東京ウインナー。東京ウインナー、はい、はい、東京ウインナーさんがなんかギフトをホームページでちょっと始めたらしいんですよね。うん、で、それに関してですね、うん、あのちょっと紹介っていうことで、はい、はい、行ってみましょう。ドイツの伝統を、ドイツのドイツ直伝の味を守り安全で美味しいものをということで、東京ウインナー株式会社さんの宣伝です。はい、宣伝でいいんだよね。宣伝です。はい、まあ、いいか。ここのソーセージ屋さん美味しいです。うん、はい、場所がですね、はい、境橋だっけ、あれ、あー、ちょっとお待ちください。はい、はい、場所の説明は後ほど。布巻きロースハムとポークジャーキーのギフト。いいの、布巻きってなんだ、布の巻くんでね。そちらの方がですね、うん、昨日でなんか締め切りなんですよね。残念。なーに、はい、これ誰情報だったの。これもあのメールで来てたやつだ。あ、そうなんだ。ここに来たの。はい、あ、なんか素晴らしい。町川ラジオの方に、はい、ありがとうございます。うん、あー、面白いね。何しろ自分の家族に食べさせたいと思える安全なものを作るっていうことですね。これグリーンシティのそばです。はい、そば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 ですね。はい、そばっちゃそばだ。うん、あれ、あとね、総重量 1.7キロ超え。はい、ご注文受付12月23日金曜日まで。これね、今日ならいいんじゃねえか。でもまあ数量限定につき早期販売終了となることもございますという注文が、あの注意書きが書いてあります。はい、それはしょうがない。それはちょっとね、うーん、布巻きロースハムが 630g ぐらいが1本、うん、ポークインナー 200g が2本、2袋、グルメドッグ5種類セット、これ 200g が3袋、ポークジャーキー 28g が3袋。はい、地蔵橋ですね。地蔵橋です。こちら側から行くと地蔵橋渡って、うん、グリーンゴルフの方に向かっていただく、そう、あの川口駅の方からですね。滝信があります。滝の川信用金庫がありまして、そこのちょっと前、はい、ちょっと前にあります。はい、本当に、ね、見た目工場です。見た目っていうかどう考えても工場です。はい、その工場の前で、冷蔵庫みたいなのを置いて、そこで販売してます。それが金曜日やってたり、金土やってたりですね。金土が、まあ、毎週金曜日土曜日ではなくて土曜日だけだったりとか、うん、金曜日だけだったりとかするんですけれども。うん、こちらで店頭販売を、そう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 、あのそこにポコっていくと誰か出てきますから、はい、だけどみんな働いてるんです。はい、あの売ってる時以外は、はい、はい、そこで一生懸命作ってるところです。はい、ぜひ応援したいところです。やっぱりね、あの遠方の方はネット注文で24時間受け付けておりますので、そうだね、ぜひ、まあ、あの送料はかかっちゃうんですけども、うん、まあ、例えば年末年始のね人が集まるホームパーティーとか、いいですね、美味しいもの食べさせてあげたいという時に、はい、行った時のご指名は東京ウインナーさん良さそうですよね。うん、ビールのお供にもなりますし、ね、なります、とてもなります。はい、はい、その東京ウインナーで一回調べてみてください。はい、レバーペーストなんかもやってます。はい、こんなこと、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、そうですね。でこうすると東京ウインナーさんが何かもらえたりするの。はい、ああ、ください、ないですね。ないです、ください、ください。うん、端っこの方でいいんですよ。はい、年末、はい、ね、大晦日は私の誕生日ですのでどうしたらいいの。どうしたらいいの。後で、あの住所はあの
お送りいたします。はい、それではささささっといってみましょう、はい、川口市アートギャラリーアトリア、はい、こちらはですねアートな年賀状って何度もご説明しております、はい、ぜひ書いてみてください、はい、宛先はですね、アトリアって書きゃ多分つくと思います、はい、川口市アトリア川口市アトリア、はい、であの絵が書いてある方には個人情報を載っけないでください、はい、ということと返却希望の人はその、その旨も書いてください、はい、ということです、うん、次アートのお正月遊びとトリトリアトリアというのが1月9日に行われます、はいはい、事前予約なくなしでご参加いただけますということです。1月9日暇だったら来てちょう、はい、それと江戸のファッション移り変わる女性の着物ということでこちらは1月11日水曜日、はい、14時から16時までやってます、はい、それから紙切り芸に親しむ紙切り、紙切り、はい、美容師が来るわけではないですね、はい、1月18日水曜日、水曜日得意だね、うん、14時から16時、こちらは参加費300円、江戸のファッションも300円ですね、わ、うん、かりますということで、はい、登壇されるのは桃川健さんの紙切り絵師、うんね、落語の間に入ってくる人、なるほど、うん、はい、そしてスキップシティ、はい、遊ぶゲーム展2がただいま開催、絶賛開催中です。はい、はい、忘れないようにしてくださいね、はい、これ、うん、そして1月の14日土曜日14時からですね、はい、こちら13時30分より開場いたします、はい、新春スキップシティ落語会ということで柳家三座さん独演会というのが行われます、はい、大人2600円、前売りは2300円、子供1500円、前売り1300円、ペアは前売りのみで4000円となっております。おいっす、何、いや大丈夫だけど俺のがびっくりしたよ。びっくりしました。そして川口市立川学館ということでイベント情報はロボット。はい。でこの前ね人に生き物にって言ってましたけど。はい。ジェイコムでは生物って言ってました。あ、そんなことないです。生物。あ、そんなことはないです。生物。はい。そういうロボット展。ロボット展。がいろいろ行われておりますね。はい。はい。12月の25、今日もやってるのがロボガイド、はい、大学生によるやつですね、うん、あと24、28、そして1月の4日から6日までの土曜日、はい、こちらドローン操縦体験、はい、で講演会があったり、講演会は1月9日ですね、うん、あと2月になりますと講演会夢いっぱいロボットの世界、こちら2月の12日、はい、ワークショップブルブルロボットを作ろうというのが1月の21、28、2月の4日という、はい、いろいろ計画されているですね、うん、はい、そんな感じが川口市立科学館イベント情報でした。はい、そしてグリーンセンターイベント情報、はい、アイススケート場やってるよ、はい、はい、やってるよというやっておりますね、あの平成29年来年の2月の26日の日曜日まで、はい、はい、やってます、やってますのでね、ぜひ、あとワクワクスケート体験とかあります、うん、昨日今日ですね、はい、昨日今日、うん、もう無理です、うん、もうちょっと間に合わないですね、指を加えて見ててください、はい、はい、入場料は一般540円、高校生320円、これは学生証を提示してください。はい、子供4歳以上中学生以下は210円、はい、貸し靴代はそれぞれ300円となっております。はい、サイズ15センチから32センチまでありますね、うん、はい、そんな感じ。さあ、そして川口緑化センターイベント情報、はい、新春緑化祭、はい、うん、松竹梅の寄せ植え演技植物等の展示販売、はい、無料甘酒サービス、これはなくなり次第終了、はい、バスケットアレンジや洋蘭等の販売、はい、新春福引き抽選会、これはお買い上げ1000円ごとに1回、上限5回までということで、はい、これ1月3日です、うん、イベントやりますんでぜひ遊びに来てください。はい、はい、そして次メディアセブン情報、はい、まずスゴロクが1月6日、はい、料金500円、プレゼンテーションスタジオ、小学生から大人、はい、はい、続いて1月の7日13時からは新春福笑い動画を作ろう、なるほど、うん、昔の顔で初笑い、これは小学3年生から大人、はい、そして俳句が1月12日、はい、そしてメディアセブン寄せ、こちら1月11日ということになっております、
さあ、久米ちゃん来てさっさと帰っちゃいましたけどね。はい、ニコさんいない分ルックスで真似てきたのかな。あなるほど、はい、あそんな感じで町川ラジオ1年間、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日は残念ながらね、はい、あメールが学校の都合でどうぞどうぞ、はい、学校の都合でお休みですが、はい、来年は1月の何日だっけ。1月の7日ですね。1月の7日第1回の放送となります。はい、こちらヨロズでもですね、先日までなかった西川口駅の駅プレート入会いたしました。はい、なぜかひらがな、なぜかひらがな、ね、東川口の川口も漢字なんですけど、はい、なぜかひらがなですが、はい、裏側にキポランが書いております。はい、ぜひ。ここは何日までやってるの。ここは28日が一応予定。はい、はい、28日までヨロズやっておりますので、ぜひご購入ね、ご検討ってことでもない。500円だっけ。500円です。はい、500円です。ぜひお買い求めいただけたらと思います、うん、はい、本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました、ね、ただ永年新春は1月の7日から放送スタートということで、はい、またまたね、川口の旬な話題、はい、今日どこ行こうかなみたいなそんな番組ですし、変わらずやっていきたいと思います。はい、それではこの番組、はい、川口元越にあります三玉屋洋品店、はい、そして西川口駅西口そばところ二幸さんの協力で1年間お届けいたしました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、また来年。また来年。良いお年をお迎えください。はい、メリクイ。はい。ハッピーニューイヤー。まだ早い。